土曜の番組は2017年4月1日から熊本放送で放送されているテレビ番組である2017年4月1日放送開始気になる話題や人疑問を追いかけ知られざるディープな話題を中心に紹介する普段は収録放送でスタジオパートは熊本放送本社帽所の和室にて収録されていたが2020年6月以降は COVID-19 の大流行の影響から、スタッフの密集を避けるため、生放送用券展示用のセットでの収録となる。企画によってはリポーターを務めることもある。リポーター等その他等々この番組では、プロデューサーの宇川をはじめとする、主に取材に出るスタッフには、番号が付けられている。番号が判明している人物については、括弧書きで番号を表記する。 Covid-19 の大流行でロケが困難になり一旦休止その前日に放送された内容の再放送。しかし2020年3月以降6月上旬の放送分まで Covid-19 の大流行の影響で会議室での収録となる。公式 Facebook には非常に密集した状態で収録を行っていたことが伺える写真が掲載されている糸長のブログ記事に 画像あり。宝くじ、幸運の女神として活動していたため2020年8月15日から2021年4月17日にかけて3級。テレビでは初のレギュラー番組。プロデューサーのうかわい曰く、スケジュールががら空きだったから、レギュラーリポーターとして抜擢したとのこと、稀にナレーションを担当することもある。AB ディレクター、テレワークでに伝えたい等では、 リポーターも担当。制作会社所属。草の遥のドキドキサタデー等の草のメインの企画は、基本的に11号の担当である余談だが、とある企画で2000年頃の RKK ニュースキャッチャーの取材映像を使用した際、当時のリポーターとしてライブラリー出演したこともある。タイトルのテロップは、同局でもネットしている、日立世界、不思議発見のパロディになっていた。 マサヤンの本名が田中マサであり、田中生のスタッフ8号がいることにちなんだ企画で半期に一度行われていた。この企画には HKT48 のメンバー、田中ミックが登場したこともある。ズームを活用した企画には出演者の名前が入る。今夜は本当に飲め、ないと、街、中華で、はしご酒等。基本的には日本テレビ系。 一億人の大質問笑ってこらえて。の企画、朝まではしごの旅、等を意識した企画であった。その上で上野は、それが良いところ、新しいことをやろうとする意欲が大切とフォローした上で、土曜の番組の話題で、意気統合することもある、とも言っていたそう。当初は、その前日の9月22日に開催予定であったが、 台風接近のため延期された公式。Facebook ハット土曜の番組の投稿 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 f a c e b o o ツイート土曜の番組再放送開始のお知らせ。 ツイッターより2020年8月15日閲覧。宇川県草野さんの熊日の記事の件。記者さんから、なぜテレビの経験のない、ミミーを卒業したばかりの彼女を、レギュラーリポーターに抜擢されたんですかという質問をいただき、いや、スケジュールがガラ空きだったからですと答えたがそこは全、カットだった。ツイッターより2020年8月14日閲覧。その他の出展。 ありがとうございます。